メンバーが次々死んでいくって内容だったね。あのそういうのはよくあったよね。曲が立つごとにわーって倒れるとか、まあちょっとなんか、まあ、映画とかもそうだけど、なんかちょっと人が多すぎると面倒くさいからどんどん殺すっていう、うん、感じのことはよくあるんです。でそういう時になんかその吉田くんが一人最後なんか残っていっぱい喋ってくれるとか、あとはなんかねその時はね誰かの頭の場面が変わった、それは確か相田くんだったと思うんだけど、あの、はい、司会みたいな、うん、ところなんか場面は変わって、違う場面は変わって、ここは関の精神世界の中って言ってるのはあれだよ、吉田くんだよ。あ吉田くんか、うん、それでそう戦うっていうのがあって、そうそうそう、何と戦ったのか分からない、思い出せないんだけど、あの多分しあれね、式神とかそういうのと戦った、ああ取り憑かれてる何かとっていう、そうそうそうああじゃない、本当に安直な感じの、そうそうそう